なたが後手です。2段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ7連勝の方が来ました。向かい飛車だったから向かい飛車で来てほしい。ちょっと角道開けるか。うん、これは向かい飛車できそう。さあどういくかな。銀がいっぱい出てきそうですね。ちょっと一回受けとくか。うん、あ、これは早い攻めをしてきそうだ。パンツ脱げるかな。居飛車穴熊、パンツ脱げないかもしれない。そして角が来るな。これは未然に受ける。2分30秒んでどうかな。角はどこかな。今回はうーん、角引きでいこうか。角引きでいこう。あー、パンツ脱げる？それ脱げないよね。脱げないじゃないか。いや脱げるけど、脱げるけど負けるちょっと通るしかない。あーパンツ脱がしてくれなかった。まあしょうがないですねこれは。飛車を転換して思いっきり玉頭狙いますよみたいな感じで、相手の飛車は全然使えてないので、これはまあ言うてみれば飛車得ですね。うん飛車得です、完全な飛車得。うん、相手の飛車どうやって使うかっていうと、どうやっても使えない形なんですよ。で、あとは玉頭で戦っていけば、攻めが切れなければ僕の勝ち、攻めが切れたら私の負け僕とか言ったり私とか言ったりしてますけど、やっていきましょう。さあ単純に強者を狙っていく。で歩を突く、取ればまあ桂馬があるのでどうなんだろうかと思ったんですが、両取りの桂。1分30秒。これまあ取るか。なんかありそうな気もするんですがね。桂馬ピョンか。ちょっと怖いけど、攻めを切らさなかったら勝ちなんで、ちょっと怖いですけど桂馬飛びました。うん、それは桂馬飛びでいいかなと思ってるんですが、どうなんでしょうかね単純に銀を避けられて香車を取って桂馬飛びみたいな感じで飛車が働いてくるのも嫌っちゃ嫌ですね。そうか、それされるとちょっと微妙なのか。この歩はなんだ、この歩は取ると何かあるのか。1分。私には見えない、よくわからない思考停止しました。銀を取ってもよかったかもしれない。攻めを切らさずに攻めていきたいところ。お相手は銀を取ってくるかな。めっちゃ考えてますね。おー、あくまで攻めるつもりですね。なるほど、まあこれはどうするかな。桂馬取るか、ちょっと歩を取ろうかと思ったんですけど桂馬を取りました。うん、でまあ歩なった時に金を寄ってどうかなと思ってます。で相手歩切れなんで、これを受けるのがまた難しいんじゃないかな。
それは一回取りまして、桂馬で取ったらもう一回歩を打つかどうか。桂馬で取ってもいいですけどね、金を。30秒。取りますか。で角切りましょう。で銀を打ちましょう。とう。でこれが歩切れなんでまた痛い。で桂馬で受けるんですけども、強者の部屋。ぎっか桂馬を打ってどうかなっていう。一回は詰めろしておくんですかね。うん、詰めろ。これ取りまして、あ、そっち取るのか。あ、時間がない。まずい、時間がない。時間がないことに気づいた。10秒。時間がないことに気づいたぞ。まずいぞ。なんで時間とかいつも見ないんですかね。そういうとこですよ。これ負けたらちょっとひどい。てかこれ詰んでました。詰みが見えてなかった。はい、ありがとうございました。あなたが後手です。三段の方、対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、相振り飛車、振り飛車で来てくれ、頼む。さあやっていきましょう。ですね、あはは、三間飛車だったのか。そうですか。ちょっとこれは僕の作戦ミスというか、なんというか。これはいけませんね。やっていきましょう。でもまだパンツは脱げる。うん、パンツは脱げるんですが、居飛車穴熊脱げるんですがという感じ。パンツば脱ぐ、まあ、脱ぎましょう。ですね、ちょっと歩をついていこうかな。歩をついておいて、あー、飛車ロックオンされていく。2分30秒。こっからいくか。これやりすぎかな。やりすぎな気もするな。まあ相手の攻めはもうどんどん受け流していきたいところではある。これは取ってどうなんだろうか。飛車と角交換できればこっちはまあ全然大丈夫かなと思ってるんですけど、どうなんですかね。あ、2分。危ない。今飛車成りが受からないかと思ってびっくりしました。あくまで受けないと。あくまで受けないですか。これいきますか。あ、避ける。めっちゃ考えたのに、めっちゃ考えたのに避けられていく。ですね、これは相手の攻めを遅らせて、でちょっと系統を狙っていきましょう。また銀を出る手もありそうですね。3五銀と。これ飛車手に入ったので、これはまあまあいいんじゃないかな。1分30秒。角出があるわ。あー、ミスったわ。これミスった。あー、いかんいかん、これいかんぞ。ちょっと取ろう。でちょっと玉頭でもうどんどん行く。あー、これミスったな。打って桂馬はちょっと相手にしない。で銀打ちからどうかなって思ってます。7三銀打ちから、7三銀打ち受けがなさそうだな。飛
車撃って詰みじゃないかな。詰みではないか。詰みではないね。詰みではない。けど、まあ、だいぶ追い込めている。うん。どっから行くかな。ちょっとわからんな。1分。詰めろだけでもしたい。詰めろだけでもしたい。詰めろだけでもしたいんですが、これ詰めろか。一応詰めろっぽい。あ、やばい。こうか。あ、取らんかったらやばい。やばい。あ、やばい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 。やばいぞ。また、この、爪を逃していく感じ。まずいぞ。非常にまずい。おい、どうする？どうする？30秒。筆も打つか？やばいわ、もう。いつもそんなことしてる。ちょっと角を消しに行きます。これまあ、王手がかからない形なんで、これはさすがに詰みじゃない？詰みですよね。よし。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。よしよしよし。いい感じですね。ありがとうございました。